では第1回目は PHP の今とこれから2018ワードプレススペシャル版です。こちらのセッションでは広川瑠衣さんにお話しいただきます。広川さんは PHP ユーザーの会の設立メンバーの一人で、 PHP のマニュアルの翻訳で国際化などの活動をされていらっしゃいます。また PHP 徹底攻略という書籍も執筆されていらっしゃいます。広川さんにはPHP の紹介と歴史、開発体制とエコシステム、リリースポリシー、PHP 7.3 の新機能などについてお話しいただきます。それでは広川さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。聞こえてますか？はい、はい、ですね、皆さんおはようございます。今日早くからありがとうございます。ちょっと入り口の方が大変なことになってますので、なんとかたどり着いているので、始めたいと思います。で、今日話させていただくのは、先ほど今もしっかり方からお話しいただいたように、皆さん今日ワードプレスの話を聞きに来ていると思うんですが、その下で動いてます PHP の話をさせていただきます。日本 PHP ユーザー会の広川と申します。よろしくお願いします。今ちょっと簡単にご紹介いただきましたけども、PHP っていうのは1995年ぐらいにできたソフトなんですけども、その後ぐらいからコビーユーザーとして使っていまして、最初マニュアルの翻訳とかから始めまして、あと日本語とかに最初対応してなかったものですから、特にマルチバイト、日本語とそれから韓国語、中国語等を含むですね、拡張をしまして、今 MT ストリングというモジュールの開発とメンテをやっています。それからいくつか本を出していただいてまして、徹底攻略という本と、あと初めての PHP とラリーさんの方の翻訳を手伝わせていただいております。で、今日皆さんこちらにいらっしゃる方は、ワードプレスというのを目当てで来られたという方だと思いますので、おそらく皆さんご存知だと思いますけども、ワードプレスというソフトは、PHP というソフトの言語の上 で書かれています。で、もちろんなんですけども、ワードプレスというのは PHP を知らなくても当然使うことができます。皆さん本当に簡単に使うことができるソフトウェアです、ね、なんですが、でも PHP のことを知るといくつかいいことがあります。まずはPHP はワードプレス、全部ベニアクのいろんな本が揃っていますけども、皆さんプラグインとかいろんなもので拡張されて使われていると思います。もう出来合いのものでいろんなものが揃っているんですけども、ただなんかこれやりたいな、こんな機能があったらいいのになって思った時に、それを PHP で作ってたり改造したりということができるようになると、さらに便利に使うことができると思います。それからワードプレスをもうちょっと早く動かしたいとか、パフォーマンスチューニングしたいとか、セキュリティを上げたいといったときに、その PHP の下で上で動いてますので、そのチューニングというのはその PHP のことを知るとより快適に、簡単にできることがすることができます。それから一番重要なのはセキュリティということなんですが、ワードプレス自体のセキュリティというのは当然考えられているんですが、当然その下の動いている PHP だったり、それが使っているデータベースだったり OS だったりというところも当然関係していますので、その辺のどんなふうに構築されていて、どんなポリシーで、アップデートされていくのかといったところを知るといいことがあるんじゃないかと思います。で、まず、PHP について、簡単にご紹介します。ウェブアプリケーションで使われています、スクリプト言語ですね。で、今ちょうど95年できてますので、23年経ったということで、それなりに歴史が出てきているというソフトウェアになります。で、それからいろんな言語あるんですけども、非常に敷居が低くてですね、いわゆる現場のニーズに答える、かっこいいソリューションじゃなくても、とにかくその一番簡単なソリューション、確実なソリューションを提供するという意味でのツールで、提供があります。で、左側の下側ですね、これは WCTech というところがまとめているスクリプト言語 のリンクというんですか、サーバーの数ですね、公開されている数を表しているものなんですが、スクリプト言語の中で黄色いところが PHP ということで、圧倒的にこう、こう長い間、使われている言語になります。それから、CMS というカテゴリーにワードプレス存在する、なっていると思います。代表的なアプリとして CMS を挙げると、ワードプレス
それからその、まあ、上位の大体3つとかそういったところは大体その PHP で構築されているということで、まあ、ウェブアプリの中でもかなりのシェアを占めているということになります。で、PHP これはオープンソースのソフトウェアなんですけども、まあ、どんなふうに作られているか、どんなふうに面接されているかというと、ちょっとここに何人か人の顔を挙げてますけども、作られたのは左上にいるラスマスさんという方です。グリーンランド生まれの方でアメリカに今いらっしゃいますけども、あとはその右側にいる二方、イスラエルの方ですけども、アンディとジムという人が、まあ、中心になって今のベースを作っています。で、マーカスさんとか他の方も加わられて、だいたい今開発のアカウントを持っている人、Git に持っている人は、だいたい2000名弱ぐらいいます。で、PHP と非常に多くの要素から成り立っていまして、メインのエンジン部分のをいっているという人がだいたい150名で、あとはその中のステアリングをする方が10名ぐらいの体制で動いています。で、私全体のソースコードをいじれるメンバーというのはコアメンバーといいまして150人ぐらいですが、過去の中は日本人の1人になります。私もその1人になりますけれども、いろんなメンテを継続的にやっていくということになります。で、これまあ長い歴史がちょっとあるので、後半だけご紹介し、最近の長いだけご紹介しますけれども、PHP というのは主に大々的に使われるようになったのは PHP5 の頃からなんですが、それが2004年に出まして、で、5.3 というバージョンが2009年とかに出たんですが、そこから 5.3、5.4 というところが PHP の言語として確立されたところになります。他の言語、スクリプト言語、いろんなところ、Python とかいろんなものがありますけれども、そこで使われているような機能の多くが入ってきて、いわゆる使いやすさと同時に言語としての完成度というものがここで確立されている、2012年ぐらいまでです。で、その後は、改善を、いろんな使いやすさ、せっかく性能チューニングしていきまして、キャッシュが入ったりでバッカーが入ったりというのが繰り返しまして、だいたいその、今度ですね、2015年になりまして 7.0、 この後がなぜか7なんですけども、なりまして、性能がだいたい2倍、人超え、エンジンとした2倍ぐらいの性能に高まったというのが7になります。その後1年にだいたい1回ずつぐらいですね、点1、点2、点3というふうに増えていって、去年 7.2 というのが出ましたけども、今年、年末に 7.3 というものを予定しています。ちょっとここで PHP のカンファレンスとかでよくアンケートを取ってるんですが、ちょっと今日ここにスケジュールを見たら中級上級と書かれてたので、どんな方がいらっしゃるのかなということで、PHP のプログラミングをした方、したことがある方っていらっしゃいますかね。あ、結構な割合です。じゃ、全然したことがない方。ああ、じゃあ結構な割合で、ちなみにこんな感じの言語です。PHP って書いてあげて、言語として使えるものになります。で、まあ、埋め込み型ということでもともと始まったんですけども、今はなんかそのあんまりその埋め込むっていうのは流儀じゃなくて、むしろ普通のプログラミング言語にだんだん近づいているというところになります。で、さっきちょっとバージョンの話させていただきました。これ結構大事な話になってくるんですけども、PHP7 というのが、まあ、約その2015年3年ぐらい経ってきて、もうそろそろに出てきてから、大々的にこう宣伝をしてるんですが、大体今さっきの統計でいくとこう2割弱ぐらいの方が PHP7 を使われているということで、逆に言うと残りの8割の方は、PHP5 を使われているということになります。で、さらにその後でちょっと話しますけども、 PHP っていうのはサポート期限がバージョンごとに定められています。で、それをエンドオブライフと言いまして、セキュリティも含めてサポート切れになったバージョン、これが 5.5 より前のバージョンなんですけども、それを使われているユーザーさんが6割いらっしゃるということで、これをどうやってこう先に、新しいバージョンを使っていただけるかというのが一つの課題になっています。ただどんな技術でもとてもある話なんですが、ソフトウェアとしても完成されてきてますので、なかなかその新しいバージョンへのモチベーション、更新のモチベーションが湧かないというところがちょっとジレンマになっていまして、それをなんとかしようということで、ワードプレスさんの方でも推奨の環境として今新しいところにチューニングしていただいてまして、 7.2 というのが推奨環境になっています。
さっきリリースサイクルの話させていただきましたけども、そちらが、大体その3年ということになっています。セキュリティが、制度ワーク修正が2年、セキュリティが1年です。で、今年非常に大きな、イベントが来ます。この上から2番目 5.6 という、まあ、バージョン5の最後のバージョンが、これあのエンドオブライフを少し延長してたんですが、今年の年末ついに、バージョン5のサポートリレーが来ます。ですので、この後はオフィシャルにはセキュリティパッチも提供されないということになりますので、皆さんぜひ 7.0 の方にバージョンを上げていただきたいと思います。7.0 というか 7K ですね、に上げていただきたいと思います。で、PHP7、どんなことがいいことがあるかと言いますと、一言で言うとスピードです。機能的には先ほど言いましたように、もう 5.4 で大体完成されているんですが、まだまだそのパフォーマンスということで、改善の余地がありまして、この一番左側がまあバージョン5系のベンチマーク、これはPHP 自体についているそのアルゴリズム系のベンチマークなのですけども、小さい方が、短い方が、早いんですけども、大体倍から3倍ぐらいになるケースもあります。もちろん、ウェブアプリケーションというのは、ご存知のようにデータベースやら他のネットワークやら、他の要素がありますので、すぐさまワードプレスが倍速くなるわけではないんですけども、言語としてはこういったパフォーマンスの改善を試みていまして、その後の 7.1、7.2 と来るところでも、10% ぐらいとか地道に改善を続けているということになります。で、最新のバージョン 7.3 というのがどんな感じですかというところをもうちょっとご紹介します。今年の年末を目指して今開発中のものなんですが、今さらに先ほどのものもですね、細かいところ改善を積み重ねていまして、まあ、大体そのもちろんいろんな例にもよるんですけども 10% ぐらいの高速化というのがかかっています。それからヒアドックドナウドックってちょっといきなりマニアックになりますけれども、タグでくくって一塊の文章をちょっと切り捨てるようなものがある機能があるんですけれども、そちらの構文がですね、今までちょっとインデントとかですね、そういったところを気にしないと終了のタグが認知されない、そういうところがあったんですけど、そこら辺も柔軟にパースしてくれるようになります。で、あとは細かいところなのでちょっと細かい話はしませんけれども、いくつか便利な機能というのが出てきます。で、PHP のこれかなということで、じゃあこの先どうしていったらいいのかというのが、あります。ちょっとお話しさせていただきますと、PHP 7.3 というのが今ちょっと出てくるということで、だんだん小粒な改良になってはきているんですけども、7.4 というのが開発をされています。で、これここに RFC のタグ、URL を書いてますけども、皆さん自身もしその提案したい、新しい機能を提案したいといった場合には、ここで提案をするとその PHP の本体に取り入れてもらえます。もちろんいろんな開発者の議論を経て改善を進めていって、やっと投票を得て採用されるんですけども、これはなかなかいろんな Python とかもそういう感じで運営されてますけども、いわゆるプログラマーで腕のある方っていうのは非常にチャンスなんじゃないかと思います。それから次、7の次は8なんですね。で、8については、まだその大規模な開発っていうのは行われてはいないんですが、その中のエンジンというものについてはすでにテストコードいわゆる、プルーフオブコンセプトみたいなものが、なされていまして、いわゆるジャスティンタイムコンパイラーというのが、これも何回かいろんなもので試されて PHP 自体も適用されているんですけども、オフィシャルに、適用されようとということで開発が進められています。2016年にもすでにテストコード出てるんですけども、うまくいけばこれが入ってきてさらにパフォーマンスが高まるというふうに言われています。で、最後の方になるんですけども、PHP 自体というのがこれ先ほど言いましたように95年から、最初はこのアスマスさんという方が自分でこう自分のパーソナルなツールとして作ったんですよ。実は最初パールで書かれてた。もう、で、それが、いつの間にか広がっていって、で、さらに多くの、もうインターネットの広がりとともに広まっていったということです。で、言語っていうのはいろいろカラーがあります。で、例えばオブジェクト指向で、かっちり書ける方とか、簡単に書ける方とか、いろいろあるんですけども、この人のポリシーっていうのは、とにかく自分のやりたいこと
を簡単にできるというものが欲しいと思ったものを提供しているんだということです。じゃあ PHP ってどんなものなんですかってこの人に聞いたときに答えたのがこのコメントです。PHP というのは歯ブラシみたいなものなんだと。だからこの言語は素晴らしいんだ、このオブジェクト思考はすごいんだっていうわけではなくて、いつも使う役に立つツールといったものを、まあそれをとにかく使いやすくしていくということが大事で、誰も普段使っているものを例えば歯ブラシみたいなもので役には立つけども、それについて何かこうこれはすごいんだって言ったりしないけども、実際役に立っているようなものを作るんだというのが彼のポリシーです。で、要は問題を解くためのシンプルなツールだと。で、それを目指してその敷居を下げて、使えるようにして、常に新しい問題に対処できるようにし続けているから、多分 PHP っていうのが今現在ここまで広がっていると思います。で、あとそれをこう助けていくというためではですね、言語はとてもシンプルでドキュメントが豊富であるということが重要で、これを継続していくということが我々に課されていることだと思います。で、日本でも PHP カンファレンスというのをやっています。ちょっと私が来た目的の一つは宣伝なんですけども、今年はPHP カンファレンス東京でやっている、まあ、関西とかでも今年も開かれたんですが、東京では12月15日に開かれます。で、毎年夏の風物詩だったんですが、だんだん後ろに行って、今年は、ついに冬にやるということになります。ぜひこういったところにも参加いただくと、より深い知識が広まっていくと思います。ご清聴の方ありがとうございました。